鉄道チャンネルをご覧の皆様、毎度大きにちょっぴり疲れたらゆったりまったり途中下車、どうもあやんこと三重彩香です。さあ今日も水曜日の7時になったということで、あやんのコンテンツスタートしていきたいと思います。ということで今日はなんとこちら箱根ロープウェイの宇馬湖駅にやってきました。なんと自然豊かなんですよ。もうびっくりしちゃうぐらい、見てください、この山がね、山深いです。本当に自然が豊かです。なので早速この駅周辺を散策していきたいと思います。それでは行ってみましょう。宇馬湖駅、箱根ロープウェイです。じゃじゃーん、じゃじゃ、こんな感じ。こっち側にはロープウェイが飾られています。宇馬湖駅、標高878米、わ、大きい。これ初代のゴンドラらしいですよ。ちょっとこうやってみよう。これが初代のゴンドラ、じゃじゃーん。使用期限1950年、開業から1988年まで12人乗れて、2800万人が乗ってたようですね。へー、これ石碑ですね。石碑が建ててあります。さあそしてこちらが第2代目ゴンドラ、使用期限は1988年から2006年、13人、1人定員が増えましたね。こちらも2800万人が増えました。2代目もかっこいい、いいですね。ガチャガチャーン、この2代目と1代目、せっかくなので一緒に撮りたいと思います。どう？2代目とこちら1代目です。お、いいですね。こんな感じです。あ、ちょっと待って、ここ見てください。こっちサイドから見た、現代はやっぱ大きいね。全然違うね。こっちは下ってますね。おお、いかがね、何が見えますよ。箱根ロープウェイの昔のロープウェイ、降り鉄。